こんにちは皆様教えてください突然大きな水の流れがあなたの家に入ってきて何も残らない時それがどれほど怖いか知っていますか学校に行く途中目の前で子供が洪水に流された時波が彼を車から運び出したら生活の全てを残して 今にも家族全員で避難しなければならないことを知ったときどのように感じますかこれらは何百万人ものカリフォルニア人が現在直面している恐怖と現実ですカリフォルニアでの一連の異常な暴風雨により非常事態が発生し3000万人以上の人々が脅威にさらされており都市全体が避難しています あなたの町が過去最悪の吹雪に襲われることが想像できますか電気も水道も水道もありません外はマイナス40度で雪が降って車が氷の上を滑るだけでいつでもコントロールを失い衝突することがあるのでは それがアメリカの東海岸の住民が休暇シーズンに数多く経験した厳しい現実です。破壊的なハリケーンや竜巻がいつでもあなたの家にやってくる可能性がありあなたの命だけでなくあなたの愛する人の命も奪うのではないかと。 望みをかけて待ち受けると期待の中で生きることの意味を知っていますかフロリダアラバマケンタッキーその他の米国の州の住民は現在の様子をすでに知っていますそしてこれらの気候災害は私たちの目の前のわずか2か月間で米国で発生しましたアメリカ人の大衆は 気候のケルベロスに驚かされ保護も警告もされていません私たちの気象科学者はタイムリーに私たちに通知することができません 私たちのレススキューサーサビスは、そのような負荷に対応できません。そしてご覧の通り私たちの州は決して私たちを保護しておらずセキュリティの保証も提供していません人々は大量に運命に見放されていますそして偉大な国である私たちアメリカ人全員が壊滅的で前例のない気候災害の攻撃を受けています 実際私たちは致命的な危険にさらされていますそれで次は何ですか米国の州が次々と水没し火事で焼かれハリケーンによって地球の表面が一掃されるのを見るでしょうか結局のところこれはこの州やその州の問題ではなく州全体の問題でありさらに言えば これは世界的な問題です。どうしてですか私は世界150カ国語に同時通訳された国際オンラインフォーラムグローバルな危機団結の中に「私たちの救いがあります」に参加することができました。 そして地球規模の大惨事の加速の原因について国際的な科学者グループによって発表された事実と研究を注意深く研究しました私はこれらの人々を知っており彼らが話していることを理解していますこれらの国際的な研究は 気候に関して現在起こっていることは始まりに過ぎないことを明らかにしています世界における大変動の残念な進行は状況がすぐにさらに急速に悪化することを示していますそしてこれはさらに重大な異常破壊的なハリケーン地震洪水火山の予期せぬ活動など人類が近い将来 数年のううちに直面すするであろうことを意味します文明として私たちの寿命は最長で10年です。最長10年それだけです。あなたは10年後に死ぬ準備ができていますか今日の気候は私たち全員を追い詰めました。 そして現実には誰もこの問題を解決していないことは明らかです気候変動と戦うために40年以上にわたって数兆ドルが冷やされてきましただから何ですか何か変わったことはありますかはい変わりました気候災害が勢いを増し始めていますそして今日の消費社会では「 この問題を解決できる方法はありません。私たちの世界での人の人生は何の価値もなく何の役割も果たさずお金と権力だけが役割を果たします私たちの科学は今どのようなものですか部隊の私役を守るためそして気候問題に効果的に対応するには世界中の最も強力な頭脳のプールが必要です しかしこれは不可能です戦争がある限り消費者向けのフォーマットで解決策を見つけることはできませんそしてこれら全てが私たちを悲劇的な結末へと導きます近い将来バイデンとプーチンが核爆発で私たちを殺すか核攻撃が早く気候が少なくとも数年間私たちを嘲笑し ゆっくりと死ぬため私たちはより悪い状況で死ぬでしょう米国の大統領選挙では全ての候補者が犯罪を終わらせインフレを終わらせ失業を終わらせ子どもの殺人を終わらせ移住を終わらせ気候変動を終わらせると約束しているのを見るでしょうしかし実際には既存のコンシューマーフォーマットでは ここれを止めることは誰にもできません戦争は続き社会における暴力は増加するだけでありあなたは奪われ続け貧しくなりますどうしてでしょうか社会の現代の消費者形式ではそれから恩恵を受ける人が常にいるからです人よりも力のあるものが必ずいます 経済においても国内政治においてもこの混乱を終わらせることは誰にもできません方法を知らないから誰もできないのですでも私はその方法を知っていますですから今日私は皆さんの前でアメリカ合衆国大統領への私の使命を発表するためにここにいます そして私が成功すると確信している理由を知っていますか私のプラットフォームはクリエイティブな社会あなたの幸せで自由で安全な未来だからですそしてすでに世界中の何百万人もの人々に支持されているものです私はクリエイティブな社会を単独で構築するのではなく数百万人ではなく数十億の人々と共に構築します クリエイティブな社会とは何ですかこれは人の命が何よりも大切にされ少数の力が多数に勝るものではなく全ての力が人々にある社会です。 これは敵も戦争もない社会です。したがって世界の科学的可能性を組み合わせて気候問題の解決策を提供しアメリカ人と地球上のすべての人々の安全を保障できるのはクリエイティブな社会だけです。これに抵抗し権力を握って人々を操作し支配し 彼らのお尻を救う他の候補者とは異なり私は人類を救うつもりですあなたは私の言葉を銀行に預けることができます彼らはあなたに配当をもたらしますクリエイティブな社会を築くことで全ての醜さをきっぱりと止め戦争を止め世界を美しく平和で豊かにすることができます 私が大統領になれば皆さんは夢にも思わなかったような生活を送るでしょう。これは SF 作家でさえ書いたことのない世界です。フリーエネルギー全ての人に無料の最高レベルの医療無料の教育中小企業向けの税金はありません。個人には税金がかかりません。はい これはファンタジーでありありえないと多くの人が言うでしょうが私はそれが現実だと言います私はすべてのアメリカ人に月額1万ドルの無条件のベーシックインカムを保証しますインフレはありませんさらにクリエイティブな社会に移行するとすぐにすべてのローンがキャンセルされることを保証します そしてもちろん光熱費も電気代もかからず誰もが無料の住居を保証されますクリエイティブな社会とは人間の生命の価値の上に構築された別の世界ですこのおかげで私たちは気候に関する全ての問題を非常に迅速に調整して解決しますこれができるのは私だけですなぜなら 私の背後にはクリエイティブな社会がいるからです。私は無所属で大統領に立候補することにしました。アメリカ人の一部だけの実行立候補することはできませんので、国を分割することはできません。国を統一したいのです。申し訳ありませんが、 現在米国では政党への所属は宗教に似ています人々が異なる政治的見解を持っていることを知ってコミュニケーションや友達を作るのをやめた時の現象は何ですか私は団結した党団結したアメリカ人団結した米国を支持しています そして私は国を団結させることそしてこれが米国で政治家の最後の選挙になることに全て賛成です政治家がいるべきではないからです彼らはあなたを破滅させあなたを破壊している人たちです政治家ほどあなたに被害を与えた人はいません政治家があなたに代わって話すとき 彼は単にあなたの意見を操作しているだけです。大多数が彼に同意しなくても私たちは何もできません。私たちは彼を選びました。そして彼はあなたと彼が望むことをします。彼を罰することさえできません。でも国民が力を持っている時あなたは決定する人です。だからこそ私は大統領に立候補して。 あなたたに権力を返してもらいたいのです私を支持することであなたは最初に自分自身を支持しているのであり候補者ではありません自分の力を誰にも譲る必要はありません力はあなたにとどまっていなければなりませんそして私はこれの保証人になります 私たちはみんな自分で決定を下し自分の運命を決定できる自治社会に住むに値します。私が合衆国の大統領に立候補するのはアメリカ人に権力を返すためでありそれを自分のために保持したり税金を取り上げたりワクチン接種を強制したり信用奴隷制に追い込んだりすぐにでも稼ぐためではありません。 人々に力を取り戻し、世界中でクリエイティブな社会を築くために、私は米国の大統領に立候補しています。私は米国の大統領に立候補し、国民の最初の大統領であり、米国の最後の大統領になります。はい、あなたはその通りに聞いています。米国の最後の大統領です。どうしてでしょうか。 私が全ての力を人々に与えるからですクリエイティブな社会がなければ誰を選んだり任命したりしても混乱は続くでしょう腐敗は依然として蔓延し政党は互いに戦い続け全てが悪化するだけですクリエイティブな社会がなければこれから起こることは核戦争よりも悪いことです この気候の真実はまだ分かりません気候は大きく変化しており状況は急速に悪化しておりこれは深刻です異常な気候災害の進行を見てください賢い人にとっては全てが明らかになるでしょう世界は完全な破壊の危機に瀕しています私の言葉は今、ま、では金よりも価値があります 世界の全ての金は今日私があなたに言っていることに値するものではありません生か死かの選択を迫られるからです命は金よりも尊い死者は金を必要としませんだから私たちは二課と交換するものを持っています生と死他の候補者と同じように教育生活の向上 米国の偉大さについて話すことができましたアメリカ人正直に言うと気候で何が起こっているのかその後もう少しそして米国も中国も他の国も存在せずこれはすでに予見可能な年です現時点では誰もそれについて何もできませんが私にはできますし修正方法も知っています他の候補者はお金しか持っていないので 気候変動を完することはできません気候のケルベロスは私たちのお金を必要としませんしかし私は何をすべきかを知っています人類を救うだけでなく世界を変えることもできます真実と全人類が私の後ろにいるからです 私の後ろにはクリエイティブな社会があります。私の言葉を銀行に入れてください。もし私が米国の大統領になったら私はクリエイティブな社会を構築します。そしてそれが特定の利益を背後に持つ党からではなく国民からの最初の大統領になるために私が米国の大統領に立候補している理由です。 私はあなたにすべての力を与えるために米国大統領に立候補しています。私はクリエイティブな社会を構築するために米国の大統領に立候補しています。私たちの前には人類としてやらなければならない大きな仕事があります。力は人々に返さなければなりません。私の後に一人の政治家がいるべきではありません。 古代ローマのように消えていきます私たちはそれについて歴史の本で読むだけです私たちは混乱腐敗した役人寄生虫が存在せず平和が存在するクリエイティブな社会を構築していますなぜなら主なことは全ての力が人々の手にあり最高の価値が人間の生活になるからです人々は世界を支配しなければなりません そうして初めて、平和、秩序、正義が実現します。私がこれを言っていることに驚いていますかしかし、それは本当です。政治家があなたの首に座っている限り、あなたは彼らの奴隷のままです。結局のところ、誰があなたを操作していますかもちろん、政治家です。 そして、彼らが誰の曲を演奏しても、彼らは政治家です。政治家が人々に権力を移すことを恐れて、それは不可能だという理由を知っていますか彼らは何も残されないことを恐れているので、政治家は一般の人々と同じように、本当に働かなければならないのではないかと恐れています。彼らはあなたの首から折り、袖をまくり上げて生計を立てる必要があり、 捜査と騙しの様々な技術を使用してあなたから奪う必要はありません同時に米国がどんなに外敵を洗脳しようとしてもそれは機能しなくなりますどうしてでしょうか例を挙げます私は公然と言いますあなたが理解するようにプーチンはトランプとバイデンよりも米国で愛されていますそして今プーチンがバイデントランプ または他の誰かに対して米国で世論調査に行った場合私は公然とあなたに言いますプーチンは大きな結果で勝つでしょう米国では人々はプーチンを尊敬していますなぜなのかご存知ですか彼は男だから本物の男ですしたがって彼は米国の大統領選挙に大差で勝ったでしょうアメリカ人の70%または80%が彼に投票するでしょう 私はあなたに100%を与えますしかしもし私がプーチンに対して今ロシアの大統領に立候補していたとしたら私は彼を打ち負かすことができる世界で唯一の人物です彼が米国でバイデンとトランプに勝ったのと同じ結果で私はプーチンに勝つだろうなぜなのかご存知ですか 私のプログラムはすでに世界中の何百万人もの人々によってサポートされているクリエイティブな社会プラットフォームに基づいているからです。そしてそれは中国でも同じだろう。もし私が習近平と共産党全体に対して選挙に立候補したら中国全土が私のためになるでしょう。クリエイティブな社会は中国人に自由と平等を与えるため。 彼らはすての人に提供されますクリエイティブな社会すべての人に提供し暴力を取り除き不当な支配を取り除き腐敗をなくし権力をなくし奴隷制をなくし人の上に立つ人をなくし中国人は自分の人生を管理します。 クリエイティブな社会は社会全体が一人の人を世話し一人の人が社会全体を世話するとき、人を世話しますクリエイティブな社会は全人類の未来です全ての正常で適切な人は創造的な社会に住みたいと思っていますそれを知らない人だけがそれを支持しません 人々が知っていれば誰もが支持するでしょう。あなたを支配しようとする何人かの馬鹿を除いて、そして普通のアメリカ人の利益、米国の利益はすべてのアメリカ人が世界で最高の生活を送るべきだということです。クリエイティブな社会の関心は、 すべてのアメリカ人が生きるようにすべての人が平和で豊かに暮らすことですしたがって私たちは世界中にクリエイティブな社会を構築しここ米国から始めますはい、私は米国だけでなく世界中で話していますなぜなら私たちアメリカ人はどこかで戦争が起きたり子供たちがどこかで飢えたり 誰かかが喉の渇きでで死んだりしていいる時幸せになれなれらです私たちは動物ではなく人でありアメリカ人であり世界に暴力と不正がある時私たちの良心と名誉は私たちが幸せで自由になることを許しません。これは私たちの目標が全世界を幸せにすることでありこれはクリエイティブな社会でのみ達成できることを意味します。 クリエイティブな社会はまさに私たち全員が夢見てきた生活であり、最も重要なことは、それが私たちの安全だからです。明日は栄養満点で、暖かく、美しい日であり、誰にとっても素晴らしいチャンスがあります。しかし、この日が来るためには、私が大統領になる必要があります。なぜなら、私を除いて、 誰もあなたに力を与えたり非行の問題を解決したりしないからですだからこそ人類を救いますそして米国の大統領として私は他の全ての大統領にクリエイティブな社会プログラムを紹介することができます信じてくださいなぜそれが彼らにとって有益であるかを彼らに納得させるための議論を見つけるでしょう彼らには2つの選択肢しかありません私の言うことを実行するか 気候ののケルベロスの餌食になるかですそして私が最初の国民の大統領であり米国の最後の大統領になることをもう一度強調します人々に力を返しますこれを行うことができるのは共にだけです共に全く異なる世界を構築します私たちアメリカ人は美良い生活を送るでしょう世界中の人々は 米国にとって最高の時期つまり米国の民主主義が最高潮に達した時よりもずっと良い生活を送るでしょう参加して私のキャンペーンに参加してください実際これは私が大統領に選出されたのではなくアメリカ人そしてクリエイティブな社会の全人類の選択なのですこれは私たちが現在いる消費者ユートピアの底ではありません クリエイティブな社会を選択することはより良く、より安全で、より正直で幸せな生活を送るための選択ですそれは米国で始めなければなりませんそれを始めることができるのは私たちだけです私たちはアメリカの偉大さを取り戻します気候が私たちを破壊する前に私たちアメリカ人はアメリカと世界中でクリエイティブな社会を築きます 私はこれをずっと探していました。私は常に私たちの国と全世界をより良い場所にしたいと思っていました。そして今私はそれを行う本当のチャンスがあります。そしてやります。従って私はクリエイティブな社会を構築し全世界を繁栄し安全で幸せにするために。 米国の大統領にに立候補ししてていいます私に参加してください私に投票することは人生に投票することです。ロビー・ウェルズに投票しあなたの人生に投票してください。神が世界の国々を祝福してくださいますようにそして神が米国を祝福し続けますように立ち上がろう。 Stripes and bright stars through the perilous fight. Or er the ramparts we watched were so gallantly. Streaming?